俺は西山君になんかああだこうだって言ってなくて、ただ良い方向に行けばいいなと思って、昨日の夜から電話したの。その日誌のために思って、俺はね、なんとかしたいって俺の気持ちで。で、今どう考えたって3つを俺の言うことしか聞かないんだよ。だから昨日の夜から電話したんだ俺は。それはちょっと分かってくれよ、西山君。本当なんだから。俺が何かをそれを YouTuber 的に今回あげようとか全くないし、ただある人から連絡来まして、それを何とかできませんかってことなので、それで僕は日誌のためを思って、ただ3つに昨日の夜から電話してて、出ていいですか？ちょっと今出れないですね、一人じゃないので。出たら喧嘩なんじゃないですか。それを分かってくださいよ。日誌のためを思って俺は動いてるだけなのに、それでいきなり切られても俺意味が分かんないから。いや、もうここまで来たら無理ですよ。すごいですよ、さっき切り方が。意味分かんないですよ。それは言いますよ、僕だって。